味わえ。
しい道具思いついた。いいものないかな。ちょっと喉が渇いてきたけど、めっちゃ飲んでも平気なのかな。めっちゃひろいっと。このフルスハイムは湖のほとりにあるこの辺りでも有数の大都市なの。ここから出る船に乗って湖を渡らないとライゼンベルグには行けないのよ。お船？私お船って本でしか知らないからすっごく楽しみ。ならちょうどよかったわね。おお、そっちはどうで？いやさっぱりだ。このままじゃ商売上がったりだぜ。だよな、やっぱりあそこを通れないんじゃな。いつも活気にあふれたとても賑やかな町だって聞いてたんだけど、なんだかちょっと元気がない感じだよね。何か問題でも起こってるのかしら。ここで悩んでても仕方ないよ。せっかく来たんだし、いろんなところを見て回ろう。そうね、その中で分かることもあるかもしれないし。じゃあそうしましょう。ああもう、どういうことなのよ。まったあ、イリちゃんだ。おあ、イリス、あなたも船に乗りに？うん、そうだけど、イルちゃん、なんだかご機嫌斜め？もちろん。そりゃあんな意味のわからないことを言われたら不機嫌にもなるわよ。うわー、思い出したらまた腹が立ってきた。なんなのよ、あの船乗り。あなたに怒鳴ってもしょうがないわね。そんなに怒るなんて何があったの？それに船乗りって？私が言わなくてもすぐにわかるわよ、きっと。はぁ、疲れた。私は宿で休むことにするわ。それじゃ、バイバイ。イルちゃん、相当怒ってたな。本当に何があったんだろう。
材料投入。ここに入れよう。ここに入れ、これでいい？それじゃぐるぐる、うん、こんな感じかな。よし、錬金術うまくなったよ。しよう。これでいいかな。触媒触媒、よし始めよう。これはここかな。これはここかな。これはここかな。ここに入れよう。仕上げ、このお店から？ちょっと入ってみようかな。いらっしゃい。見ない顔だな。旅人か？私、フィリスって言います。私はリアーネ、フィリスちゃんの姉です。フィリスにリアーネか。俺はロジー、鍛冶師だ。まあ、ってことはここは鍛冶屋さんなのね。なんだ、知らないで来てたのか。ごめんなさい、お店から聞こえる音が気になって。土を振り下ろす男、音が気になって店に来るとは。面白いな、フィリスは。うん、ちょっと恥ずかしい。ま、これもきっと何かの縁だ。せっかくだし、うちの商品でも見ていってくれ。品質には自信がある。きっと旅の助けになるはずさ。足りなくなっていたものを補充しておいた。どれを。それ。どれ。それ。
ああ、いらっしゃいませ。フルスハイム1の当宿へようこそ。そうだ、なくなった。おう、そこのジョーちゃん、そうキョロキョロしてっと取って食われるぞ。うちの妹に何かしたら許しませんよ。ちげえよ、何も俺がどうこうしようってんじゃねえ。注意だよ注意。か弱い女状態じゃ柄の悪い連中に絡まれることもあるってこった。行きましょうフィリスちゃん。確かにこんなのに絡まれてても面倒なだけだわ。ま、話は最後まで聞けって。俺の名はアングリフ。ちっとは名の知れた傭兵だ。金さえ払ってくれりゃ、俺がお前たちを守ってやる。どうだ？悪い話じゃねえだろう。確かに。そこまで法外ってわけじゃないみたい。どうするかはフィリスちゃんに任せるわ。そうだな。そうか、そいつは残念だな。高い買い物じゃねえと思うんだが。まあいいや、考えが変わったら声をかけてくんな。いらっしゃい。
なんだ、俺に言おうかって、お嬢ちゃん、その格好、錬金術師か。それもライゼンベルグに試験を受けに行く途中のな。あれ、よくわかりましたね。試験を受ける錬金術師はほとんどが船に乗るためにこの町に来る。俺も伊達に毎年見てきてないからな。受験者はすぐにわかるんだよ。なるほど、経験則ということですね。そういうこった。ところで自己紹介がまだだったな。俺はカイ、この町で船乗りをやってるもんだ。カイさんですね。私はフィリスって言います。私はフィリスの姉のリアーネと申します。お見知りおきを。おう、よろしくな。しかし、どこから来たかは知らないけどよ、随分と急ぎで来たんだな。公認試験って確かまだ先だろ。もう少しゆっくりしても大丈夫だと思うけどな。お、そうなんですか。じゃあもうちょっといろんなところを見ていこうかな。ただ今この町から先に進むのは難しいかもな。え、そんな、どうしてですか。ああ、うん、まあ、なんだ、詳しいことは言えん。じゃ、逃げられたか。イルちゃんが怒ってた理由分かったわね。うん、間違いなくあの人だね。私もちょっとイラッとしたし。先に進むのが無理ってどういうことなんだろう。イルちゃんと相談してみようかな。その顔、あたしがイラついてた理由、分かったみたいね。うん、カイさんにこの町から先に進むのは無理だって言われたんでしょ。はあ、ご明察。全員に同じこと言うつもりかしら、あの船乗り。無理って言われても、ライゼンベルグに行くにはここから船に乗るしかない。公認試験を受けるためにはこの町の先に進むしかないのよ。はあ、そうだよね。暗くなってても仕方ないわね。探すわよ、フィリス。え、探すって何を。簡単なことよ。この町で起こっている問題とその解決策。あの船乗りも理由もなしにあんなこと言ってるわけじゃないでしょ。多分この町には何かしらの問題が起こっているはず。そうね、町に活気がないことも合わせてそう考えるのが自然かしら。ええ、あたしはあたしで聞き回ってみるから、フィリスもいろいろ調べてみて。公認試験を目指す者同士、ここは共同戦線を張りましょう。共同戦線、ちょっとかっこいいかも。わかったよ、ヒルちゃん。いい返事。よし、そうと決まったら早速行動よ。バイバイ、また後でね。
し、私も行くよ。リアネ、早く早く。はいはい、ずいぶんと燃えてるみたい。いいお友達ができたわね。会にこの町から先に行くのは無理と言われたか。そうだな、最近物や人の流れが滞ってるという話を聞いたことはあるんだが、それが今回の件と関係あるかどうかはわからないな。力になれなくてすまない。いえ、そんなことないです。ロジーさん、ありがとうございました。私も。そうですか。ではその本は第二書庫にしまっておいてください。まあ、フィリスさん、フルスハイムにいらしてたんですね。その節は本当にありがとうございました。またお会いできて嬉しいです。私もです。ところでアンネさん、ここって一体？ここは見聞院、ありとあらゆる情報を集積する知識の蔵。知識の蔵？あ、すみません、かっこつけました。こちらはですね、何を隠そう、私は見聞院に勤めている人間なんですよ。え、そうだったんですか？はい、私の仕事は旅人に対し見聞院に情報を提供していただけるように促すこと。情報や知識は誰にとっても大切なものです。情報さえあれば不必要な危険は避けられますし、知識があればより豊かな生活を送れるようになりますから。なるほど。あれ？でもアンネさん、この前本を落としてましたよね。あれって職場の本だって言ってたし、大切な情報や知識たくさん書いてあったんじゃ。その情報は忘れていただけるとありがたいです。とにかく
フィリスさんも情報をお持ちでしたら見聞院へご提供くださいな。私どもはいつでもお待ちしておりますので。あら、お、ではありがとうございます。こちらが今回の報酬です。またのお越しを。見聞院へようこそ。いかがなさいますか。ひろいっと。
いや。地図埋まったね。結構気持ちいいかも。なくなっ